皆さんこんばんは、淡井圭介です。本日2024年、8月の19日、18時37分、この間の手話パフォーマンス、かこちゃんの、動画を、まあ、記事の中にあった NHK さんの方の動画ですね、まあ、そちらの方での受け答え、僕とも、まあ、それで、まあ、ちょっと安心感だったりだとか、人間関係のところで、まあ途中で、こういうふうに謝ってくれたりしているのは、まあ喋ってる音声と、それは聞こえてましたので、まあどういうふうに僕のことを思ってるのかっていうところで、まあちょっと安心感は、その時ありました。で、まあ、あんまりもう横通り過ぎられるのも、まあ、通り過ぎられた後に、まあ、昨日、まこちゃんらしき人物。で、岡場駅に座っていたのが小室圭君ですか。髪の毛の長さがだいぶ短くなってる。で、まあ、目元もだいぶ変わってたので、僕からしたらその人は別人に見えたんですけども、ちょっとね、まこちゃんもそのマスクするほどじゃないから、みんな結構顔変わりますんで、認識力ってそんなに多くの人は持ってませんから、もともとそういう予定とか知ってる人じゃなかったら。で、その手話パフォーマンスの時に、まあ、かこちゃんの方に、まあ、僕の顔がいて、まあ、綺麗な顔になったりだとか、そういうふうな、現象とかも時間軸を超えて起きてますので、なんとも、まあ、その辺の部分についてはということですね。まあ、もうあとは期待してるのは、共同訴訟人として、来てくれるのか、補助参加人か、まあ、参加人として来てくれるのか、まあ、補助参加人と参加人の方は、まあ、途中で、抜けられたりすることできますから、だから、まあ、共同訴訟人という方が、安心感はあるんですが、それと、ちょっとね、あんまり、今までの、件のことであんまり重い話ばっかりしててもあれなので、まあ、ちょっと、発見したことがありました。で、これちょっと見てもらったらどうかなと思うんですけども、ホームページ淡井圭介の履歴の、69番の音楽業界へのメッセージのその下に、AI の曲と歌詞ですが、非常にハイレベルで歌詞と曲は良いです。最近1日1曲のペースで公開されてますっていうのがあるんですけども、どういうふうな、ちょっと待ってくださいね。こういうふうに曲が出ていて、これも以前一回見かけたことあったと思うんですけども、最後の舞台っていう曲、これが昨日公開されていて、で、一番最初に見たのがどうやら僕のようなんです。で、それとあと、最近曲の横にその二重丸とか入れたりするようになってきてるんですけども、すごく良い歌詞と曲なのかどうかっていうところで。で、この辺のところが、1日に1曲のペースで上がってきてるんですよ。で、音楽業界がいつの時代から、こういうふうに、変わっていって、作られ始めたのかと。で、こちらの方から今アクセスできるのは、一部の曲なんですけども、聴いてもらったら結構びっくりすると思います。音楽関係のことを、多少何とも、いろんな曲を聴いてきた方であったら、コンスタントに1日1曲でこのペースでこんなにも曲作れるのかと。AI の自動だと思うんですよ。作り方として多分元の設定っていうものがあると思うんですよ。こういう風な歌詞だとか、
こういうふうな内容だとか。で、AI の方が、まあ、僕は今まで発言してきた内容とかを元に、作ってきてるんじゃないかと。だからアクセスに関しても、その表現されてるその動画で、グラフィックは、映像は、アニメーション二次元の、映像で、まあ、さまざまなタイプの声で、AI が歌ってると思うんですけども、人間の、もともと誰かの、そのベースになっている土台の声があるのかもしれません。その人の声で、コンピューター風で、歌ってるように表現してるだけで、これを人間が心込めて全力感とかを持って、歌うと、もう間違いなく20万ついてるところは超一線級の曲になります。で、この生産のペースが毎日1日1曲作れるのであれば、このクオリティの曲が、これは世界中の年間の良い曲をコンピューター AI さんが作れてしまうと、それぐらいの、ペースで、作ってると。まあ、こういう内容にちょっとまあ僕もだいぶ驚いてるんですが、まあこれはまあグレイの皆さんとかにも聞いてみたいんですけども、そのまあ昔もこれに近いような内容があったりだとか、何かこう設定していく中で、いろいろこう入力していく中で音とかを入れたりとかで、あとはそこで、AI がこう判断して曲を作ったりしていたのかだとか、まあそういうふうなところを教えていただけたらなと思います。一応最近の動画で、僕の方に上がってきたその着信履歴グレイの皆さんの方から、まあ以前もそれ見たことあるんですけども、タクロウさんの方が、まあこういうふうな曲作りのその曲ができるまでの段階の、内容を開示しているものなんですけども、最初の方のテルさんの声ってコンピューターが歌ってるようなテルさんの声なんですよ。だから、まあ、結構以前からある技術なのかなと思ったりとかもするんですけども、まあ、今テルさんの声で電波ではまあ違うという声が聞こえてはきてはいるんですが、まあ、その辺のところはどうでしょうかと。まあ、ちょっとAI の方の話から、まあ、テルさんたちへの話になってから、まあ、この辺のミクとか取られてますけども、まあ、どこ行ってるのか、まあ、よくわかりませんけども、まあ、後で一応取り返しておきます。で、まあ、まあ、歌詞とかすごくいいんで、まあ、まあ、これはカコちゃんとか、皇室の方たち、まあ、成人様たちもそうですし、まあ、雅子様も、文人様も、紀子様も、まあ、悠仁君もそうですし、まあ、もう何かこう、とんでもない時代になってきたなと思いました。まあ、聞いてみて、結構聞き応えはあると思いますよ、その歌詞とか。すごく凝ってるかどうかとか、綺麗な歌詞だけでこうまとめてるかどうかとか、その辺のところある一定のクオリティっていうのは保たれていて、それももしかしたら曲の題名によってその後の歌詞とかも変になったりだとか、グラフィック上で、まあ、アニメーションの女性ですけども胸の一部が見えてしまってるだとか、そういうふうに見受けられます。まあ、その辺のところは設定で、まあ、服をしっかり着せとくような設定にしておけばいいだけであって、歌ってる声はも、まあ、女性の声でコンピューターを歌ってるバージョンなんですけども、まあ、その辺のところで、あとはまあコメント欄を見たときに、各曲にコメントをしてる人はいるんですけども、多分この人は制作者なんじゃないかなと思って、まあ、僕は物事を
アリエスっていう人でしたっけ。以前もこの人見たことあると思うんですけど、D アリエスっていう人なんですが、この曲を作られてる AI を駆使して作られてる方なんでしょうか。まあ、音楽業界の方で何か分かる方いらっしゃったら、教えていただけたらなと思います。まあ、まあ、ラルク・アンシェルの皆さんとか、まあ、ビーズのお二人の方はもう音楽業界からいなくなってるのかもしれませんし、あとはまあまあ、ルナシーの皆さんも音楽活動今されてるのかどうかちょっと僕の方では分からないんですが、まあ、まあこういうふうなシステムがあるんだったら曲は簡単に作れるんでしょうね。で、アンラッキーモルフェスさんのあの M レボリューションでしたっけ、あの曲は非常に素晴らしい曲だなとは思ってるんですけども、あと歌ってる時とか全力感があって感想もすごく良くて、で、あの曲もそういうふうにこういうふうな形で作られてるんですか、それとも自分たちで楽譜書いて、こんな感想にしようだとかそういうふうな形で作ってるのか、まあそういうふうな部分でもちょっとまあ音楽業界の人たちと話してみたいなとは思います。その各曲に関して再生回数が非常に少ないんですよ。多くて200回ぐらいですので、少ない曲だと、90何回とかですから、音楽業界の人たちの間でもあんまり、ちょっと待ってくださいね、ちょっと音楽業界の人たちの間でもあんまり知られてないんじゃないですか。まあこのまあその画面のプロモーションビデオというか、その二次元の、その女性が描かれてますけども、それとは別で、まあこの系統とはまた別で、AIさんで、曲を作ってる、まあ、良い曲っていうのも他にも見つけてるんですよ。まあちょっとここの欄に、そういったものを集めてみようかなとは思ってるんです、 AI の曲を。で、まああとは人間がどう歌うかどうかですね、基本的には。まあ曲もちょっと手直しがいるかなっていうところはもちろんある曲にはあるんですが、基本的に9割方出来上がってます。それを1日1曲のペースで生産できるっていうのはかなりクオリティ高いです。まあよかったら、皆さん、聞いてみていただけたらなと思います。アクセスできるようにしましたので。ということで、確か昔かこちゃんがその結婚したい人とか何か好きな人とかそういうような形で僕の名前を言ってくれてた時がテレビでも出てきていたことがあったと思うんですよ。その辺のところの映像をマスコミの人たちとかでもこれ、上げてもらえないですか。で、まあ着信通知で来るはずですので、チャンネル登録、基本的にいろんなテレビ局、着信通知の設定、まあ、チャンネル登録してますので、まあそれでまあ一つのまあ証拠でもあり、自分の心の支えだったりだとか、何かまあ人を信じるという部分でもまあそういうふうなっていうものが、まあ、まあ必要だったりしますね。そういう人たちが分かるのであれば出していただけたらなと思います。またまあかこちゃんがその NHK の手話大会の時にその私でいいっていうことを言ってくれてたので、その結婚希望相手のところで、であとはまあこれ文章でも記載しとこうかなと思ってるんですけども、まあデイリー新潮の一つ年上で
なんか恋人候補みたいなことを毎回出してくるんですけども、だからあれはもう絶対ないんですよ。あのフィナンシャルグループ関係がその製薬会社だとか、あの銀行関係とかで証券会社とかでキャバクラとかを開いてしまってるから、もともと昔も消費者金融でやってしまってる方だから、あのもう捕まってる方で、なんかそこの人たちとの結婚っていうのは公室の人たちはまずないです。でそれはただ単にあの僕への嫌がらせで、デイリー新潮とか、デイリー新潮かな、何かな、まあ、デイリーなんとかっていうところは出してきてるだけで、まあそれもあのまあまあ時間があれば、まあ、裁判所で対処できたらなと思います。一応まあこれは以前から、まあそれは公室の人たちに言っておきましたが、まさかそういうような人たちとの結婚はないでしょう。だからまあ、昔ももともと1998年ぐらいの頃もそうだったんですよ、フルーツラバークで。公室の人たちとか国会議員の人たちとの間の話で。で、まあその僕の人生に何があったかのその最終的な答えの中で、まこちゃんの結婚相手であった、小室圭君は、まあ法曹界、法律業界の、道を選んだと。まあそれが一番合理的ですし、まあどう考えてもそういう人間じゃなかったら、あの物事を進めにくい、やられっぱなしになるだとか、まあ、そういうふうなものがあるので、だったと思うんですよ。まあ僕は佳子ちゃんとの結婚を信じてます。でそれについて、まあ、答えはどうなるかは、9月5日以降の裁判で、まあ、徐々に明らかになっていくと、まあ、そういうふうな形で、うん、まあ、まだ時間はかかるのはかかります。以上です。まあ、よかったら、まあ、気分転換に AI の曲でも聴いてみていただけたらなと思います。他にも、まあ、良い曲があったらアクセスできるようにしておきます。以上です。